よお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。はい。でね、俺様はね、よくジバニャンの腹巻きをボーボーしたいって言ってますよね。そう、ジバニャンが嫌いなのかって言ったらそんなことはないです。ジバニャンは大好きです。とっても可愛いです。でもね、俺様ね、昔からね、その可愛いもの、まあ、可愛いキャラクターとかね、そういう、まあ、そういう系のキャラクターを見るとね、なんか持ち物とかね、身につけてるものを破いたりね、燃やしたくなる衝動に駆られてしまうんですよ。ね。で、それはね、ジバニャンが初めてではなくて、昔ね、ユニア社の尻尾ってわかりますか？ね。あの、狐の妖怪ですね。あれがなんか変なさ、なんか葉っぱ柄の着物っていうのかな？変な服着てるじゃん。俺様ね、当時尻尾がすごく好きだったんで、尻尾の着物をビリビリに破きたいとか、ボーボー燃やしたいってね、ずっと思ってたんですよ。はい。やっぱね、なんか可愛いというなんかね、そういう可愛い系のキャラクターを見るとね、持ち物とかね、着ているものとかをね、どうしてもやっぱりボーボーしたいって思ってしまうんですね。はい。ということでね、今日は尻尾の着物をボーボーしたいと思ってたっていう話でした。はい。尻尾焼き、ボーボー。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボー。ボーボー、ボーボー。